こんにちは、ふみです。本日はですね、ロザリンとキョウリを使って裏木工場の絶対者に行きたいと思います。ちょっとね、今画面が無限回路になっているんですけども、ちょっとねスタミナが足りなくてダンジョン潜入できないので、ここでパーティーの説明していきたいと思います。最近転生が来たキョウリと、精霊金曜日から始まるロザリンなんですけど、まあ、強化が入ったということで使っていきたいと思います。まずロザリンなんですけども、アシストがオーディンの首飾りで、スキブ、バインド、暗闇耐性を補っております。そしてちょっとねここを変え忘れてたんですけど、潜在はリラチェン耐性でお願いします。この後ね流れる動画も、毒目覚め耐性のままやっちゃってるんですけど、それだとちょっときついところもあるので、リラチェン耐性がいいかなと思います。ポップですね、こちら転生のポップなんですけども、聴覚性がスキブプラスの、デッドプールのコミックカバーをつけております。2回でね操作時間取り返す役と、あとまあ4ターンヘイストというところで採用しておりまして、潜在が上限解放の遅延が2、そして犬夜叉の原作版ですね、聴覚性2ウェイにして10連ガチャドラの武器をつけておりまして、潜在が消せないドロップ回復、消せないは全部ここの2ウェイで返していきたいと思います。そしてバルキリーシエルですね、聴覚性が超コンボ強化のカーリーの懐中時計で威嚇積んでおりまして、まあ、十字もスキブも積んでおります。そしてここが潜在が毒目覚め耐性と遅延が2、そしてマグニートですね、聴覚性がお邪魔の完全耐性で、アシストがオロチの武器でこちらも威嚇ですね。で潜在が上限解放の遅延が2、そしてキョウリが聴覚性がスキブプラスの、オーディンのティアラをつけていて、チーム HP 持ってスキブも持って2ターンヘイストで上限解放の遅延2で、チーム HP バッチでやっていこうと思います。はい、1回層からやっていきましょう。まずロザリンを変身させなきゃいけないので、1、2回でスキルダメをしていきます。まずロザリンの1段階目変身したら、バルキリーの後ろのカーリーの懐中時計をまず打ちます。はい、で、ちょっとスキルダメしつつ、まあ、2、3体倒せればいいかな。スキルダメ中に2、3体倒して、はい、ちょっとね今キョウリの後ろとかフェイスト溜まっちゃってるんですけど、打ち忘れてたんですけど、ここで打っていきます。で、次の階層もオロチで威嚇を打つので、まあこの辺りで突破しちゃって大丈夫です。はい、そしたら2階層で、マグニートの後ろのオロチを打って、スキルダメをします。で、多分その威嚇が効いてるうちにロザリンの変身と、あとポップが溜まるのでそこを使っていきます。でこのポップの後ろを使うことで指が取り返せるので、ここでしっかりと組んで突破していくんですけど、まあ、若干スキルダメができると思うのでスキルダメしてあげてください。バルキリーシエルの後ろはガチャドラじゃないや、ガチャドラの次の階層、パルバティとかが出る階層までに、もう一回後ろのスキルを貯めるので使わないように気をつけてください。はい、でこんな感じで全体攻撃を含めて突破したら、続きまして3階層、ここねちょっと3階層だけ非吸収だけ積みになってますね。だから6分の1で、5分の1で積みなんですけど、まあ、そこはちょっと申し訳ないんですが、はい、で消せないを2ウェイで回復しつつ、超暗闇も返したいので十字もしっかりと組んでください。まあここちょっとパズル難しいというか、いろいろ組まなきゃいけないんですけど、しっかり組んであげられると、楽かなと思います。はい、そしたら、何回ですかね、4回かな。はい、ここは、まあ、ルーレットマグニートで返しつつ覚醒無効を犬夜叉で回復します。はい、
はい、しっかりね、ジンなので爆弾も消せるし強いですね。まあ、ここは全体攻撃でワンパンできると思います。そしたら5階層で、デバフ食らうので、ここでロザリンのエンハンスを使います。ロザリンのエンハンスの倍率はそこまで高くなくって 1.6 倍だったかなと思うんですけど、まあ、別にエンハンスなくってもしっかりと組んでれば、まあ、あのほぼほぼカンストするので、まあしょうがないですね、こればかりはしょうがない。はい、マグニートの方がエンハンスの倍率は高いかな。でここ通販したらちょっとねお邪魔多いんですけども、次の階層で吸収になります。でここポップ使っていくんですが、まあ一旦ここ全体攻撃含めて攻撃してあげます。まあ、ここでポップ使っても殴りに行ってもいいんですけど、まあ行っていいか、行っていいと思います。なんか遠回りしたけど、まあ、バルキリーシールの後ろが溜まってたらちょっと死にっていいですけど、ちょっとポップがね、あのジンなんだけど回復を生成しないっていうところでがちょっとネックなので、その辺はちょっと盤面見ながら、自分の HP 見ながら調整していただいた方がいいかなと思います。はい、でここでポップ使って、2ターンで突破していきます。1体残っちゃうんですけど、まあこれだったら怒るだけなので大丈夫ですね。で次の階層のガチャドラは今回間違えて毒目覚めできてるのでリラチェンされちゃうんですが、皆さんがやるときはリラチェン耐性ついてると思うので、そのまま殴りに行って大丈夫です。ちょっと間違えたので後ろのねバルキリシエルの後ろ使っちゃってるんですけど、使わずにそのまま殴っちゃって大丈夫です。で半分の後の攻撃もしっかりとセリカじゃなくて強力の軽減貼っていればしっかりと耐えるので、でそのまま殴っていきます。はい、あ、言い忘れてたんですけど、強力は基本的にループしてあげてください。ループしてないと多分耐えれないところも出てくるので、しっかりとループしてください。でここで、パールバッティが出た場合は、さっき間違えてというかリラチェンされて撃ってしまいましたが、あのカーリの懐中時計で威嚇を撃ってあげて、そのまま威嚇効いてるうちに倒してください。で、まあ、なんだっけ、ミネルバは普通に2パンぐらいで突破できますね。でね、このパーティーはねすごく、まあ、強いんですけど、まあ、やっぱりね副属性、まあ、全属性必須なので、副属性までしっかりカンストするみたいなキャラがいなくって、若干火力が抑えめなので、まあ、この道中この辺りの敵をワンパンできないっていうところで、もし清流チャレンジをやる方がいたらちょっとね時間的に厳しくなるかもしれないですね。まあ多色なんだったのは多色の方がこの辺ワンパンできるので楽っていう感じは正直しております。はい、なんかねあんまり、まあそもそも全属性揃えなきゃいけないし、副属性まで火で強いキャラあんまりいなくてですね、まあ、一応主属性はみんなカウントするんだけど、ちょっと難しかったですねその点が。はい、アメミナも水属性なのでバンパンは無理ですね。はい、こんな感じでちまちまと削っていきます。バルディンだったら覚醒無効なので、イニシャ使ってあげてください。で11回イルムが出てきて花火をされたので、ここでイニシャを使っていきます。まあ、イニアシャーが使ってたら、まあ、ポップでも大丈夫ですね。はい、で、まあ、ルーレットを一応返したんですけど、まあ、大してルーレットの個数変わんないので、まあ、気にならない方は返さなくても大丈夫です。でグレモリーだったら、まあ、HP 半減とかあるので、まあ、その辺はちょっと気をつけながらですね。
はい、そしたら12階層で、アルバート、覚醒無効なんですけど、さっき犬夜叉使っちゃったので、普通に軽減火にコンボして耐えていきます。でここ千里だったらまた花火なので、まあ、犬夜叉かポッて残ってる方を使ってもらって対処するでお願いします。でフェンリルはデバフを食らうのでゴザリンかマグニートかで返してあげてください。はい。で、アルバートをね貴族生なのにね削れきれないっていうね、あーなかなか渋いですね。まあちょっとね、まあ、あと火の供給が目覚めが終わっちゃうとかなりきついんですけど、ロザリンループじゃないからちょっときついっていうところはありますね。はい、そしたらニルオカム、ニルボークですね。ニルオカムの先生もしっかり勝利の軽減貼ってれば耐えることができます。でここは半分到達した時にまた花火だと思うので、まあここはねなるべく犬夜叉がいいかな。次の階層でゴルフェイスとかゴルケイオスだと補正吸収が来るので、まあ、犬夜叉の方がいいかなと思います。はい。でまあ気吸収はまあ引っかかるは引っかかるのでめちゃめちゃ組んじゃったんだけど引っかかるのでちょっと気をつけてあげてください。はい、めっちゃ引っかかりましたが、まあ、一応耐えてもらったので、火を組まないようにして突破していきます。ちょうど落ち込んなしになってるんでその辺はやりやすいかなと思います。そしたら14階で、今回ラファエルだったのでもうポップを使ってしまいます。はい、ここワンパンしないと死ぬので超頑張って組んであげてください。まあ多分ワンパン合貫通含めればマグニートもねしっかりと火力が出るので大丈夫かなと思います。そしたら15回で強残祭かな。はい。で無効貫通なんですけど結構平積みでも入るので、まあ無効貫組めなかったら平積み組んであげて、大丈夫です。はい、こんな感じで若干削れるかなっていう感じですね。はい。で半分切るときに、消せないとデバフを食らうので、まあ本当は半分切る前はロザリン使いたくなかったんですけどちょっと火が足りなかったので使っちゃってますね。はい。でここも間違えて火2コンボ忘れたんですが落ち込みに助けられましてなんとかなりました。とでロザリン帰ってきたらデバフを返してあげてください。ちょっと盤面がやばいので犬夜叉を使いました。はい。でデバフ返して突破っていう感じになります。そしたらボスの階層ですね。はい、今回はですねボスが光ヘキサゼオンですので、まあ半分切るときはしっかりと軽減張りたいですね。最初カーリーの後ろがねちょっとたまっカーリーの後ろじゃないやバルキリシエルの後ろたまっちゃってるので威嚇を打ったんですけど、まあ威嚇打つのはいいんだけど、まあ両端倒しても動いてこないので、まあちょっと時間ロスではあるね、清流やる方はね。しっかりとめちゃめちゃカットしてますがしっかりと倒してスキルダメしつつ倒していきます。でバルキリー半分切るときに使うのでバルキリーシールは使わないようにお願いします。操作時間減らされたときは、まあ、マグニートとかで返してあげて対応してください。であれなんだっけ、何落としたんだっけあ、そう、操作時間を減少されてても多分6秒ぐらいあるのでその6秒で光じゃないや火を2コンボしてあげれれば、まあマグニートがないタイミングでも、まあ、一応残ってはいけるかな、生きてはいけるかなと思います。
はい、でボスで本体はかなり硬いというか、まあ、パーティーの火力不足で、結構辛いんですが、ひたすらに殴っていきます。はい、でちなみにここ、距離の軽減がないと全然素の攻撃も耐えれないので、しっかり距離を打ってあげてください。でバルキリーシール打つタイミングも、距離が切れるタイミングで打つのがベストというか、打たないと軽減が途切れて生きれないっていうね、そこの調整がかなり難しかったな。はい、難しかったです。はい、でここでまた距離のループをしながら、あとちょっと削っていきます。消せないは2ウェイで回復していくんですけど、まあ、ちょっと10ターンとかなので、まあ、最初だけじゃ回復しきれないので、まあ、ジンとか使ってあげつつ耐え忍んでください。はい、もうこの辺はねひたすらに殴るだけですね。本当に削りが地味なので、結構ギリギリまで、ね、殴ってあげてください。でこの辺でようやく決めに行くっていう感じですね。ポップとかの陣を使って無効貫通含めて、火3コンボぐらい、ちょっとねちょっとパズルやばいんですけどしてあげられると、でもそれでも多分 15% ぐらいしか削れないので、はい、こんな感じでゆっくりですが無事クリアすることができました。まあ、正直やってみた感想、まあ、強いは強いんですけど、まあ、こういうなんか最新ダンジョンとか行くんだったらやっぱりラフィーネだったり、多色、まあ、デイトナーらへんの方が、まあ、もちろんやりやすいなっていう感想ですね。全然でも普段の降臨だったりやる分にはめちゃめちゃ強いなと思いました。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。